皆さんこんばんは。ドコモスクエア TV の時間がやってきました。さあ、今日の解説は東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク明けましたけれども、この連休は本当にお天気恵まれましたね。そうですね。はい。瞬間ちょっとだけ雨降りましたけど。雨にあったりはしないで。そうですね。はい。ゴールデンウィーク満喫されました遊びほけてましたね。いいことです。オンオフしっかり切り替えてね。そうですね。はい、家に全然いなかったですね。ずっとお日様浴びる、あの、連休でした。あ、いいですね。ちょっと心なしか日焼けをしてらっしゃるみたいな。まあ、その方も多いかと。私もね、あの、遠出はしないで、はい、あの、家の周り結構プラプラと、はい、散歩したりして。都心近いですからね。いいですよね。そうですね。羨ましいです。そっか、小針さんね、はい、結構あの山の方って、はい、怒られちゃう、そのこと言ったら。田舎の方なので。はい、まあ、皆さんはね、はい、どのようにお過ごしになったでしょうか。さて、ゴールデンウィーク明けまして、ちょっとトコムでは大きなニュースがありますので、ちょっとそちらを告知させていただいていいでしょうか。はい、今日ですね、石油スワップ取引が始まりました。今日8時45分にね、あの、打鐘がありまして、はい、取引始まったんですけれども、はい、こちらの取引について詳しくはね、今日ちょっと時間がないので、はい、トコムのホームページや取引業者の方にぜひお尋ねいただきたいと思います。さて、それでは早速始めてまいりたいと思いますが、はい。はい。まずいつものようなマーケット分析。そうですね。はい。今日はですね、先週から始まりました、上場商品の基礎知識の第2週目ということで、はい、先週は、近藤さん、コモディティインテリジェンスの近藤さんが金の解説をしていただきましたけど、はい、今日は第2週目ということで、後半、ゴムの、基礎知識を私の方で担当させていただきます。そうですね。まあ、総数もございまして、総数もございましてですね、前半のマーケットフォーキャストは、まあ、ちょっと短縮、短めで、はい。後半の基礎知識はしっかりやりたいなと思ってますので、はい、あの、お付き合いの方よろしくお願いしたいと思います。じゃあ、まずニューヨーク金なんですけれども、はい。こちらから解説お願いします。はい。冷やしのチャートをご用意させていただきましたけれども、連休中ちょっと、続急落っていう形で結構下げたんですよね。はい。はい。まあ、そのせいもありまして、今日は円安でしたけれども、東京金の方は、大きく値を下げて、うん、まあ、4、50円ぐらい、安い、値段で寄り付いたという状況です。はい。はい、割とね、金だけじゃなくて、他の商品も安くなってしまっているんですけれども。そうですね。あの、まあ、元気おったらあれですけども、まあ、せんべいをつけているのが、原油ですね。石油が大きく下げているので、まあその影響で、はい、コストプッシュインフレ気味だったコモディティマーケットが全般的に、うん、まあ売りショートが先行しがちな状況になっているということで、はい、金もまあ続落してしまっているという状況ですね。そうですね。はい。はい。そして、まあ、はい。うん、このニューキーンの方ですけれども、うん、一目均衡表をご用意させていただきましたけれども、まあ、テクニカルで分析されている方はお分かりかと思うんですけれども、この日足のチャートがですね、一目均衡表の抵抗帯の中に入ってきましたので、うん、ここから一段下げて抵抗帯を下に抜けると、体制的に流れはダウントレンドに入ってしまうという心配があります。うん、逆にこの一目均衡均衡表を下に抜けずに、ここで下げ止まるのであれば、はい、また基本的にアップトレンドが維持されるかなというふうな、分析ができますので、そういった意味では、正念場、結構ターニングポイントに今差し掛かってるかなという状況です。はい、でもなんか抜けそうな感じに見えますよね。そうですね。今この流れからすると、ちょっと下に抜けてしまって、はい、流れが下げ、相場になってしまう可能性がありますけれども、うん、この1200ドル付近が、まあ、前回の安値の、うん、まあ、下の抵抗帯になってますので、はい、抜けても、もしかするとまた上がる可能性もありますので、うん、まあ、そういった意味ではあまり悲観的な感じでもないのかな、っていう気もしないでもない、はい、ありますけれども。まあ、ちょっとこの先注意をしていて、そうですね。まあ、フランス大統領選も、昨日、うん、まあ、決まりまして、まあ、保守派が勝ったということで、はい、まあ、この辺の影響も少し出てくるかもしれませんよね。うん、そうですね。はい。さあ、銀です。銀も大きく下げてますね。そうですね。はい、これから今日は、金と銀、うん、プラチナ、パラジウム、4銘柄、はい、冷やしベースで保有させていただいたんですが、
それぞれでトレンドが違うんですよね。流れも違うし、このチャートも違うし。はい。で、銀は、ご覧になって分かる通り、前回の今年3月の安値を下回って、はい、年初来安値近くまで今下げているという状況なんですけれども、はい、金の方が上げるか下げるかちょっと微妙だというふうなご説明させていただきましたけど、うん、銀は明らかに。はい。もう下に抜けましたね。抜けて、大きく今下げ続けている、はい。ちょっとどこまで下げるか分かんない感じですよね。はい。直近の安値、ボトムが昨年12月の安値、1567ドル67セントですから、ここまで、近くまで下げてくる可能性もありますね。はい。非常にちょっとリスキーな相場になってますよね。はい。はい。そして、プラチナ。はい。プラチナも銀と同じように、年初来の安値近くまで下げてるんですけれども、一番先行して下げてるのがプラチナですね。うん、はい。昨年12月の安値888シートル近くまで、はい、今年、連休中の4日に、894ドルまで下げて、うん、年初来安値はもちろん昨年12月の安値近くまで下げているという状況です、はい。金との価格差も広がってますよね。おっしゃる通りですね。はい。本来、プラチナの方が需給規模が小さいので、はい、金よりもプレミアスクというのが状態化してたんですけれども、うん、今はプラチナの方が金よりも大きく、デスカウント、下支えをつけて、下げ、まあ、地合いも弱いという状況ですね。まあ、いろいろ原因があるんですけれども、一つは、アメリカの銀もそうですが、そうですし、まあ、銅とかもそうですし、このプラチナもそうですけれども、アメリカの新車販売台数が今弱いんですね。うん、今年に入って1月、2月、3月、4月と、4ヶ月連続で前年同期マイナスをつけてるということで、はい、まあ新車の販売がちょっと伸び悩んでるっていうのもあってですね、この辺が、景気が後退してるんではないかっていう懸念を誘って、産業素材全般が、全般の消費懸念から、うん、まあ売りが先行しがちな状況が、が続いているという状況ですね。中国では新車販売好調ってことなんですけれども、好調ですね、それでも全然足りないぐらい。中国だけ今新車にか、うん、自動車販売に関しては好調ですね、うん。はい。日本も若干いいんですけれども、うん、三大消費国、はい、三大消費圏の北米、中国、ヨーロッパ、うん、このうちの北米とヨーロッパがちょっと悪化してるんです。だから中国の好調さはカバーしきれないぐらい、素材の消費はちょっと今、鈍っているので、まあその辺の需給の緩和が、はい、まあこういった産業素材の銘柄の下落につながっているのかなっていう印象がありますね。はい、はい。さあ続いて。で今、この四つ目のレアメタル、パラジウムも、はい。うんこれだけ、まあ、一目瞭然ですけど、はい、上昇傾向が継続してるんですよね。雲の上ですね。はい。はい。しかも、一度も雲にかかる、まあ、ほとんどかかることなく、うん、上昇トレンドが続いているということで、特に銀とかプラチナとは結構対照的ですよね。うん、はい。パラソに関しては、今申し上げた、自動車用の産業素材とかは、はい、冷えてるんですけども、うんまあちょっとはっきりとしてこれニュースは出てないんですが、うん、プラチナからパラジウムへと自動車の触媒装置の消費構造が切り替わってんじゃないかっていう説がありますね。だから、触媒装置、プラチナやっぱり高いじゃないですか。はい、パラジウムは安いので、はいはいプラチナからパラジウムどんどん今切り替え。その分プラチナがやっぱり奪われて。そうですね。価格も今平準化してる。でプラチナが下げて、プラジウムが上がって、価格が平準化しているのは、その辺の、触媒の需要構造の変化があるんじゃないかと。触媒で見ると、プラチナのこの対照的にこのパラジウムがその奪っていってるって感じで上がっていってるって、ね。そうですね。逆にそうでないと、この、はい、2銘柄の価格の縮小って説明が逆につきにくいですよね。はい、他通貨要因とかもおっしゃる方もいますけども、それだけじゃなかなか説明が足りないですよね。はい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 。で、はい、じゃあ原油です。ですね、はい。原油がもう落ちましたね。暴落ですよね。凋落というか、うん。はい。55ドルま近くまであって値段が今45ドル
割れですので、うん、10ドル近く、10ドルほど下げてますよね。はい。はい、昨年の、まあ、2月まではいかないですけど、そうですね。ねえ。約半年ぶりの安値まで下げてますね。はい。そうですね。これ、やはり、まあ、先月ぐらいから、マーケットに話題に出ていましたように、アメリカのリグの稼働数が急速に増えてましてですね、うん、毎週毎週一度も減少することなく増加を重ねていましたので、はい、その分石油のアメリカのシェールオイルの生産がすごく伸びていましてですね、うん、同時に EIA が毎週発表しています原油の在庫も増えているということで、はい、需給がすごく緩んでるんですね。はい、それがこの WTI の、価格の下落につながっているという状況です。うん、はい。まあ、一部、これまでね、逆になんで、高値止まりだったのかっていうのがちょっと不思議だったぐらいなので、まあ、シェールオイルの生産コストである40から50ドル、はい、まあ、この付近までは下げる公算が強かったので、うん、まあ、場合によっては40ドル近くまで下げる可能性もちょっとあるかな。はい。昨年の8月に39ドルっていう値段ありますけども、まあ、ここを意識する展開もちょっと視野に入れなきゃならない状況かなというふうに思います。うんうん、まだこの価格だったらシェールは開発できるってことなんですね。そうですね、はい。うん、まだ2年、3年前はね、はい、70ドルとか80ドルが言われてましたけども、うん、年々やっぱりコストがね、コストがだんだん下がってるので、はい、その分だけ、はい、安い値段でも生産できるという状況ですね。うん、はい、はい。さて、ガソリンです。はい。こちらも年初来安値。原油が安いのでガソリンも安いということですね。うんうん、はい、こちらの方も年初来安値更新しですね、今年、2月の安値は今下回ってきましたので、やはり昨年の12月以来の安値ということですね。はい。アメリカのガソリンって安いって言うじゃないですか。ええ。実際日本のガソリンどのぐらい違うか、その、まあ、物価的にっていうか、日本は二重構造の税金、うん、ガソリン税とか、はい、石油税があって、はい、まあ、税金の値段とかも結構あるので高いんですけども。え、ニューヨークは違うんですか？アメリカの場合はほとんど税金がかかってないですね。裸金にも近いです。はい。しかも全土に石油パイプラインが繋がっているので、はいはい、まあ、その分も、まあ、なんていうんですか、運用費っていうんですかね、運転費っていうんですかね、はい、そういうのも安いので、うん、今これ、足元のニューガソリンって 1.5 とか算出しますよね。はい、1.5 ドルなんです。うんうん、で、単位はガルっていうんですけども、はい、ガルっていうのはガロンっていう単位なんですね。ガルイコール、ガロンって、タルーっていう。そう、タルー、なんていうんですかね。石油ジェルが入った、こう、ちょっとしたタンクで、だいたい4リットル入るんですけど、うんうん、ガロンはだいたい 3.78 リットルで、要するに約4倍で、101.5 ドルってことです。はい、今、為替110円ぐらいですから、うんうんうん、今日112円なので、1.5×112円で168円。で、これ約4倍入ってるので、3.78 で割ると、うん、1リッターあたり約44円ってことですね。本当に安い。今、日本のガソリンって100？いくら？ 20 円ぐらいでしたっけ？100、うん。半分以下ってことですよね。半分、うん、3分の1くらい？ 3 分の1くらいですね。うん。そうですか。だからいかに日本のガソリンが高いかってことですよね。うん、はい、はい。そして、ニューヨーク暖房油って読むんですか、これは。はい、暖房油ですね。ヒーティングオイルって言いますけども。はい、ヒーティングオイル、はい。これなら聞いたことがあります。あ、そうですか。はい。専門家ですね。はい、これもまあ、ガソリンとか原油と同じように、まあ、下がってるんですね。うん、昨年11月の安値を切ってきてるので、はい、一番ちょっとやっぱり、うん、まあ、これから補助金入ってきますので、なおさら弱いっていうことですね。はい、では最後、はい、まあ、駆け足でちょっと内部要因、CFTC ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ニューヨーク金の方は、
直近の5月2日現在で、ネットロング18万9634枚ということで、先週よりちょっと減ってるんですけれど、まだやはり20万枚近くもあるので、まあ、ちょっと多いかなって感じですね。まあ、ただキャパ的には30万枚のネットロング、まあ、キャパがあるので、まだ増える余地はあるんですけれども、少しやっぱり足元減らさないと、ちょっと買いが入りにくい状況かなというふうに思います。はい。プラチナの方は、プラチナは結構減ってますよね。わずか 17,541 枚の買い越しですので、まあ、十分、解散が入る余地はあるんですけれども、なんせこれだけ事案が弱くてですね、先安が強いと、特に欧米の投資家はトレンドフォローと言いまして、相場が流れた方に買った、売ったの流れがつくので、今の下げ相場の場合は下げ安が強いから、やはりトレンドフォローという意味では、売りがさらに、膨らむ可能性が高いかな、という状況です。はい。で、原油ですけれども。はい。原油の方も、まだちょっと改ざんが多いかな、という状況ですね。はい。5月2日現在のネットロングが37万3144枚ですので、はい、過去の水準からしてはちょっとまだ多めですね。今暴落してますので、これがかなり減って、もしかしたら30万枚切るか切らないかぐらいの水準も、減ってるかもしれませんけど、それでまだちょっと多いかなという状況ですね。はい。はい、ということで、はい。はい。駆け足でお送りしていきましたけれども、はい。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。ということで、はい、連休中はね、はい、原油中心にかなり大きく、下落しまして、日本の連休の間に相場が大きく動くっていうジンクスは今年また、はい。はい、連休暴落説がまた当てはまっちゃいましたけども。はい、連休暴落説ね。なんかね、日本の、市場が長く休み入ると、大きく相場が変動するっていうジンクスがあって、はい、今年も、連休もやっぱり同じでしたね。まあ皆さんね、備えてそれに合わせて準備はされていたのかなとは思うんですけれども。はい。はい。ですね。はい。ということで、レギュラーのトコムスクエア TV は今日はここまでということです。解説。東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、引き続き、この後、ね、上場商品の基礎知識、今日はゴムですね。はい。はい。お届けしますので、引き続きご覧ください。それではまた来週、さようなら。失礼します。この後もお願いします。皆さんこんばんは。トコムスクエア TV、上場商品の基礎知識をお送りいたします。解説は東京トレーダーズタイムズの小針秀夫さんです。よろしくお願いいたします。小針です。よろしくお願いいたします。先週からね、この上場商品の基礎知識、ね、はい、まあこの新年度ちょっと超えて、そろそろやはり基礎についてしっかり学びたいなという、はい、はい、この時期に合わせて始めさせていただいたんですけれども、先週は金でした。そうですね。はい。近藤さんの方から金曜、はい。そうですね。はい、で、今日はですね、ゴムについてということで、はい、ゴムについては2回やるんですよね。そうですね。5月1回、はい、6月1回、2回。はい、はい、で。ゴムっていうのはとても面白い商品なんだよって以前小針さん、おっしゃってたことがあるんですけれども、はい。このゴムについてもね、ぜひ。はい。はい、今日はですね、はい、価格について、そうですね。中心にお話を伺える、はい、ということで。相場ということと価格について、うん、で、まあ、どんな、値段がゴムの相場なのかっていうことをちょっと分かってもらえたらな、っていうことでまとめてみました。はい。はい、じゃあ、パート1の市場構造とゴムの価格、はい、早速参りましょう。最初は基礎の基礎でですね、はい、相場とはちょっと関係ないんですけれども、実際これから、まあ、すでにゴム取引されている方も知ってるよって方が多いと思うんですけれども、はい、まあ、まだ取引されてなくて、これから、取引を考えているという方のために、うん、まあ、取引要項をちょっとまとめてみました。はい。リブドスモクドシートっていうのが正式の名称なんです。燻製ゴムですね。はい。シート状のゴムで、実際多分見た方は少ないと思います。ゴムっていうイメージだと輪ゴムとかですね、消しゴムみたいなイメージがあるとか、ゴムの木とかね。
板になってるわけですよね。シート状になってるわけですよね。丸い、どっちかというと楕円ですかね。あ、丸いんですか。はい、楕円で、飴状の色をしてて、はい。それがいくつも、重なってます。チーズみたいな感じ？そう。外国の。もっとね、色がちょっと茶色いんですよね。はい。はい、まあ、飴色とちょっと茶色との中間ぐらいの色で。うん、まあ、というのは、はい、白いゴムを燻製するんです。燻製ってのは、いぶすんですね。うんうんうん、まあ、それでそういった色、要するに、いぶし色になってしまうんですけども、はい。はい、それが、リブドスムートシートということで、はい、ワンブロック111キログラムあります。はい。結構重いんです。大きいですね。はい。うん、ですから、どっちかとその重さもあってですね、うん、とか、あと、視覚的ゴムって言いまして、目で、格付けするんですね。うん、目で見て、綺麗か綺麗じゃないかとか、ゴミがあるかないかで、はい、1号から、ナンバー1からナンバー5まで、人の目で見て、格付けするので、まあ、どっちかというと、ちょっと原始的。うん、で、今は、TSR と言いまして、ブロック状のゴムが主流なんですけれども、はい、まあ、東京で、取引されているのは、このリブドスムートシートナンバー3っていうのは、いうことで、なぜかと言いますと、需要家、エンドユーザー、まあ、実際には、タイヤメーカーになるんですけども、はい、まあ、企業名で言うと、ブリヂストン、横浜タイヤゴム、住友ゴム、まあ、ダノップですね。こういった大手のタイヤメーカーが好んで、シート状のゴムを使用するということで、東京とか、まあ、日本では、このシート状ゴムがより、施行されるということです。ただ、日本の輸入量も、世界の、まあ、数勢もあってですね、だんだん徐々に TSR、ブロック状ゴムの方が主流になりつつあります。うん、逆に言うと今、リブドスムートシートは特殊グレードと言いますか、一部のタイヤメーカーしか使われていないという状況もあります。うん、アメリカのタイヤメーカーのほとんどは 99% がTSR、ブロック状ゴムで、リブドスムートシートを使っているタイヤメーカーは皆無です。ほとんどなくてですね。しかも、インドネシア産の TSR が、はい、アメリカのタイヤメーカーがほとんど試行してますので、逆に言うと日本とか中国しか、あたりしか使ってないっていう状況ですね。はい。はい。という背景があります。で、車のタイヤになるというね。そうですね、はい。車のタイヤが大体全体の 80% です。うんはい、残りの 20% は工業用品とかに、うん、消費されます、うん。で、東京ゴム市場の市場構造をちょっと簡単に申し上げますと、はい、システム売買による連続立ち合いになります。昔はバタチと言いまして、立ち合い所で、やってたんですけど、今、金とか石油とかと同じように、電子取引によるシステム売買で、取引されてます。で、一応6月制ですので、今足元は5月ですから、5月輪が峠ですね。5、6、7、8、9、10、10月輪まで6月制が、ゴムの元月になります。はい。で、先ほど冒頭で山本さんからご紹介いただきました。今日から始まった石油スワップとかは現物取引はできませんけれども、既存のマーケットですので、ゴムのマーケットも受け渡しはできます。はい。はい。で、納会というのがありまして、その日に、現物の受け渡しがあります。うん、で、毎月最終営業日から、5営業日前に当たる日に納会があります。はい。で、1枚あたり、5トン単位ですけれども、受け渡し合いも、同じですね。5トン。5000キログラムとありますから、1枚あたり、5トンの受け渡しがあるということです。はい。はい、あとは、まあ、呼び入れと値段は1キログラムあたり10銭刻みということで、はい。いうことですね。まあ、大体大雑把に、東京ゴムの市場の構造はこんな感じですね。このような商品なんだよ、はい、ということですね。ただ、一般のね、投資家の方は受け出しとはあまり関係ありませんので、うん、まあ、納会前には、売り玉、買い玉を手締まって、はい、スケアに、まあ、スケアというか、縦玉はなくしとくっていうのが一般的ですね。うん、はい。はい。さて、サーキットブレーカーとは、
はい。昔、はい、ストップだからストップ安ってなってですね、うん、まあ、それで値幅制限あったんですけれども、電子書籍に入ってからサーキットブレーカー制度っていうのが導入されてですね、うん、はい、今、ゴムのマーケットも同じように、このサーキットブレーカー制度が導入されています。はい。CB が発動された、値段が大きく変動してですね、サーキットブレーカーですね。CB が発動された時に、値幅制限が一旦かかります。うん、で、今のゴムの値幅は、20円ですね。うん、はい。基本的な値幅制限は10円なんですけれども、今、値動きが大きいのと、値段が今、高値圏にあるので、今20円まで拡大されてますね。はい。はい、で、一回 CB が発動されると5分間取引が中断されて、うん、また取引は再開されます。で、その後、また値幅が拡大されるんですけれども、その時の値幅拡大が10円ですね。はい。ですから最大30円まで、値段が動くということです。はい。割とゴムにサーキットブレーカーかかること多いですよね。多いですね。うん、はい。それだけまあ、ゴムの相場、あと値動きが激しいというか、うん、はい。うん、30円の、30円ちょっとかかることはないんですけれども、20円は結構あるかもしれませんね。うん、でもそれだけボラティリティがあって、面白い。面白いですね。うん、はい、うん。まあそれだけリスキーとも言えるかもしれませんけど、でも20円置くと、5000倍ですから、はい、まあ1枚あたりの変動は10万円ですからね、うん、結構大きいとは大きいですね。はい。さて、委託証拠金です。はい。1枚あたりじゃあ、いくらを担保すると取引ができる、うん、できるのかっていう一覧が次の表なんですけれども、はい。はい、金が今9万6000円ですね。はい。で、白金が6万6000円。で、こういった中、ゴムは今9万5000円ですね、はい。はい。安い時はね、6万円ぐらいで取引される、する時期が結構長かったんですけれども、はい、今9万5000円まで拡大しますね。はい。はい、ちなみに一番安いのは金ミニですね。1枚あたり9万6000円。まあ10分の1ですからね。はい。次はプラチナミニが1万3200円とかありますね。はい。はい。さて、ここからはゴムの種類ですか？先ほどの話？そうです、うんうん。はい。先ほど2種類、はい、ご説明いたしましたけども、はい、天然ゴムには大きくシートゴムとブロックゴムがあって、はい、その他に液状ゴム3つ大きくあるんですけれども、はい、固形ゴムとしてはこのシートゴム RSS と言われるゴムと、はい、ブロック状ゴム TSR と言われるゴムと、2種類あります。はい、これ、なんか白っぽいですね。シートゴム。はい。天然ゴムの、もともと、タッピングって言いますよ、はい。天然ゴムは木を切りつけるんですね。そこから、樹液が出てくるんですけど、うんうん、これが、フィールドラテックスって、はい、真っ白な樹液ですね。はい。あ、真っ白なんですか？もう、乳液と一緒です。はい。触った感じもサラサラしてるんですけど、大体乳液と一緒ですね。私なんかゴムの色から、まあ、あれスモークしたんだってさっき教えてもらいましたけど、はい、なんか松ヤニのようなものが出てくるんだってずっと思い込んでました。おっしゃるとおりですね。ほとんどの方はそう。タイヤのイメージが真っ黒ですから、うんうん、それがほとんど天然、ゴムの、はい、が原料ですからね。はい、松ヤニとかも真っ黒なイメージがあると思うんですけど、もともとゴムは真っ白ですね。なるほど。はい、タイヤになると黒くなるんですね。うん、ちなみにタイヤがなぜ真っ黒かというと、はい、天然ゴムは、飴色って言いましたけど、カーボンブラックとも入れるんです。タイヤに。ああ、そうです。はい。カーボンブラックの炭なんです。はい、炭を混ぜるので、はい、そのカーボンブラックの色に、負けて黒、タイヤは黒くなるってことですね。なるほど、はい。そうやって色をつけていくものなんですね。このゴムっていうのはね。色いや違う。違うんです。カーボンブラックは強度をつけるためなんです。はい。ゴム、色が変わっていくのはっていう意味で。ああ、はい、そうですね。そういった意味ではおっしゃるとですね。はい、そっか。炭を入れると強くなるから。そうなんです、はい。はい。そうですね。はい。ただ、ほんと不思議ですよね。白い色から、うん、まあ、燻製して、それから最後タイヤになる、うん、まあ、強度をつけるためなんですけども。うん、事務用のゴムなんかはあれはスモークした色ってことですよね、じゃあ。あれはですね、事務用のゴムは、関してはあれ全部 100% 合成ゴムですね。あ、そうなんですね。そうなんです。でも、いい質問です。皆さん、そう思うんですよ。はい、あ、そうなんですか。天然じゃない。あれはね、消しゴムとか、はい、輪ゴム、はい、あれはほとんど全部 100% 合成ゴムですね。
ああ、そうなんですか、はい。逆に天然ゴムとは、どっちかというと合成ゴムよりも消費規模は小さいですし、はい。ほとんどやっぱりタイヤの方に使われます。じゃあ私たちが実際に接することがある天然ゴムってやっぱりタイヤなんですね。そうですね。ほとんどは。しかもですね、これも、まあ、我々一般的に接するタイヤって、はい、乗用車のタイヤですね。うん。そのほとんども合成ゴム、合成ゴムなんです。だいたい9割ぐらいが合成ゴムですね。じゃあ天然ゴムどこに行ってんですか？はい。天然ゴムがよく使われるのは、大型トラック、大型バス、工業用の大型重機の、タイヤ。あと、一番使われるのが航空機のタイヤ。あれは 100% 天然ゴムです。なんで？飛行機のタイヤは全世界どこも天然ゴムが 100% なんですね。飛行機は天然じゃなきゃダメなんですか？そういう理由があるんですか？合成ゴムも天然ゴムも、化学の構造は一緒なんです。全く。はい。化学構造は一緒だけれど。化学構造は全く一緒なんですけれども、なぜか摩耗性とか、はい、耐熱性、耐久性は天然の方がやっぱ優れてるんですね。はい、なので、本当に摩耗が強い、必要な大型車はやっぱ天然じゃないと耐えられない。天然のものも少ないので、本当に必要なところに今使われているということなんですね。やっぱり天然の方がやっぱり優れてるんですね。はい。はい、よくわかりました。はい。で。で、はい。はい。まあ、資料を受け取れる方は、まあ、説明に書いてある通りですので、まあ、お読みになれば、はい、お分かりになると思います。そうですね。はい。シートゴム、ブロックゴムあります、はい、ということで、樹液からシートにして、酸を加えて固めるんですね。へー。もう乳液ですから、酸を加えて固めて、はいはい、それをシーティングマシーンというので、平らにして、はい、で最後、燻製場で燻製して、はい、リブドして、最後、で、マーキングして、111キロにして、シッピングするという構図ですね。で、もう一つがブロック状ゴムで、はい、これが今、世界的には主流です。111キロって言いましたけども、このブロック状ゴムは、だいたい30から35キロが標準です。ワンブロックですね。軽いじゃないですか。女性でも一応持てるぐらいの重さなので、まあ、そういったこともありますし、技術的に格付けしているので、金星だって、ことですね。シート状ゴムは目でこう見て、等級決めますけども、ブロック状ゴムは全部、どっから、まあ、どこ切り取っても同じみたいなね。キントラムじゃないですけども、全部一応、均一化した製品だっていうのが売りなので、はい、まあ、それもあって使い勝手がいいっていうこともあってですね、特にやっぱりタイヤメーカーは好んで使いますね。はい、で、製品を作った国、生産国によって、それぞれで呼び名が違うのも、この TSR の一つの、まあ、特徴といえば特徴ですね。どういうふうに違ってるんですか？はい、まあ、一番世界で、TSR の生産が多いのはインドネシアなんですけれども、はい、それが SIR と言います。スタンダード、はい、インドネシアンラバー。で、タイが TTR。うん、これちょっと違ってますね。スタンダードタイランドラバーというのが正式名称ですね。はい。はい、で、シンガポールの場合は、スタンダードシンガポールラバー。まあ、シンガポールほとんどこれ、製品、生産はしてませんので、輸入したやつを自分の国でマーキングしてシッピングするということで、一応製品としてはあるって言いますね。はい。あ、生産国でこのように名前が変わってるっていうことだったんですね。主要国の場合は、SCR というのスタンダードチャイニーズラバーと言いまして、まあ、要するに、はい、標準ゴム、その生産地区には標準ゴムだっていう、流れですね、うん。ゴムの取引のなんか見てて、はい、なんかこの3文字名前見て、なんか、ああ、めんどくさいなって思っちゃうところなんですけど、ついつい。ああ、はい、はい、はい。これはやっぱり覚えておいた方がいいんですか？いや、ちゃんと。覚えたらそこまで覚え、記憶、ちゃんと記憶しておく必要もありません。ないんですか、マニアックな話なので。わ、はい、かりました、はい。大きくシートゴムとブロックゴムがありますよ。はい、全然大丈夫だと思います、はい。はい。じゃあこれがわかんなくても気にする必要ないですね。はい、大丈夫です。はい、興味のないことはある方は、勉強していただければ。はい、でも、こういうのって面白くないですか？
面白いですね。こうやってお話を聞いてるとね、うん、お話聞いてると面白いんですけれども、はい、自分でテキスト見てるとなかなかね。ああ、そうですね。はいはい、わかります。このアルファベット並んだりすると雨のくさいなって思っちゃうんですけれども。そうですよね。はい。なので教えてください。よろしくお願いします。はい。で、次のページが、ね、この表が、はい。はい、どうやって天然ウンができるのかっていう一応流れなんですけれども、うん、今、まあ、大雑把に申し上げましたので、はい。うん、一見すると白樺みたいな木なんですね。天然ゴムの木って、うん。はい。で、朝の3時から4時の真っ暗い時に、うん、農家の方が斜めにこう、切りつけるんです、木を。うん、朝じゃなきゃダメなんですか？朝じゃないとダメなんです。凝固しちゃう。日が出ると、凝固しちゃうので固まってしまうので、乳液状のうちにタッピングします。はい、タッピングとは切りつけるんですね。で、こういったカップが下にこう、その、はい、樹液を受けるカップがあって、それはカップランプって言うんですけども、それを集荷して、で、集めて、さっき言いました酸を入れて固めて、シーティングマシンで、固めて、燻製するという流れですね。はい。カブトムシ取りに行くときにね、よく朝方やりましたけどね。それは蜜ですよね。そうですね。でもまあ似たような感じで。似たような感じですね。はい。でも蜜をくっつけに行きませんでした？切って。切って行きました？出てきませんでした、出てきますね。はい。うん。あ、くっつけるんですか、うん、東京の人は。うん。うちはカブトムシいっぱいいるとこなんで。あ、今でも取れてますけど。つけなくても大丈夫でした？蜜を一応つけて、うん。はい。まあ時間がないのでね。はい、で次のページが、はい、これは、物の流れですね、はい。はい。輸出するのはタイとかインドネシアの輸出業者で、これを特にシッパーと言います。はい。ほとんどの製品はエキスポーター、輸出業者なんですけれども、これ船積みする会社と見てシッパー、シッピングする。シッパーっていう、船シップ。そうです。ゴムの場合はシッパーって言いますね。はい。はい、で、直接ですね、今はダイレクトインポートって言いまして、直接日本の場合ですと、ブルージソンとか、横浜ゴムの、各タイヤメーカーが直接、まあ、現地に、農園を持っているか、メーカーもありますので、直接そのまま自社工場の方に引っ張ってくるところもありますし、あと昔はハシケという船とかもありましたが、今 100% コンテナで、はい、持ってきますので、20フィートあるいは40フィートのコンテナに積んで、一旦コンテナヤード、日本の、まあ、京浜地区でしたら横浜が多いんですけれども、一回コンテナヤードに積んで、それから、タイヤメーカーの倉庫に運ぶと。いう流れですね。で、一部は、もちろん東京ゴム品取引所のゴム市場でも受け渡しますので、商社とか現物商が引っ張って、さらに最終的に、メーカーの倉庫に入れるというふうな流れになります。だいたい2週間ぐらいですね。はい、果樹輸送の場合は。産地の、例えばバンコク港を出て、横浜港まで、はい、コンテナにだいたい2週間ぐらいかかります。はい。で、チャートが出てきましたけれども。はい。で、ここからはい、じゃあ、ゴムの値段ってどうなのっていうことで、まあ、参考までに、はい。付け足ベースですけれども、結構、まあ、他の銘柄が今手元にありませんので、あれですけども、結構値動きが激しいです。うん、例えば、2008年の安値100円から2011年の高値535円に至るまで、まあ、単純計算100円から535円まで行きましたので、5倍以上上がってるわけですね。うん、このように天然ゴムに関しては、結構他の銘柄に比べて、値動きがかなり、激しい、大きい、振幅幅が大きいというのが、一つの大きな特徴だと言えます。まあ、単純にまあ、銘柄比較しなくてもですね、一つの値段が5倍まで上がる。逆に、去年、一昨年の1月には144円まで下げたわけですから、4分の1まで下げてるわけです。ですから、まあ、一般的な物価から考えても、これだけやっぱり動くっていうのはやっぱり結構大きいですよね。はい。で、シンガポールも同じように。さっきのは東京で。はい。はい。ただ先ほど東京も約5倍でしたけれども、はい、シンガポールの方は2008年12月の安値100、うん、まあ実際これ99セントですけれども、2011年の高値648
セントまで上がって、6倍、6.5 倍まで上がってるので、うん、もっと大きいんですね。そうですね、ドル建ての出荷価格の方が、振幅がより大きいというのが特徴ですね。はい。上海軍ですけれども。はい、上海軍も、まあ、ただこれちょっと、一つ、上海の場合は、東京市場に比べて、取引高とか取り組み量、10倍以上格差があってですね、はい、まあそういうのもあって、最近は東京よりも上海の方のリード性が高いと言われている一つのゆえんですね。はい、で、これが TSR ですね。先ほど RSS の値段見ましたけども、はい、TSR も大体同じように。シンガポールゴム。はい。動いてるということですね。はい。あ、これを比較してみると。はい。で、次のグラフが、うん、上海ゴムとシンガポールの RSS、はい、あと東京の RSS の価格比較になります。はい。で、まあ、各値段が、シンガポールと、米ドルと東京円と違うので、指数化してあります。うん、2012年1月の100として指数化してあるんですけれども、うん、まあ、これで見てお分かりかもしれませんけども、東京ゴムの方が、まあ、全般的に上座や、価格の先導性が、先行性があるということが言えるかなと思います。はい。価格差の比較。はい。東京と上海の、まあ、値材屋ですね。どういうふうな状況か。まあ、どっちかといえば東京の方が上座屋で、やっぱ価格の先行性が高いかな、という特徴がある、かと思います。はい。で、原油とゴム。はい。原油とゴムもちょっと比較してみたんですけれども、はい、流れとしては一緒ですね。トレンドも一緒ですし、まあ、上がった時は、原油が上がった時はゴム上がるし、原油が下がった時はゴム下がると。まあ、連動性が高いということが言えるかなと思います。で、過去、1991年、まあ、グラフに出てます、1月から直近までですか、約25年間の、まあ、両者の総額係数が 0.868682 ですから、まあ、高い相関かな、ということが言えるかなと思います。相関係数はですね、まあ、自分の定義ですけど、0.85 以上あれば、一応、相関があるというふうに考えています。逆に 0.84 以下は、まあ、相関がないっていうのはちょっと言い過ぎですけども、うん、薄い相関があるというふうな感じですね。0.85 くらいを。まあ、だいたい、人によ るんですけどね。うん、0.6 から0.85、はい、8ぐらいであれば、はい、相関があるというふうなことを言う方もいらっしゃるんですけども、うん、まあ、逆に 0.9 以上ないと相関があるとは言えないという方もいます。だいたい 0.85 ぐらいが、なるほど、うん。これは人によりなんですね。まあ、そうですね。はい。はい。で、商品総合とゴムの比較っていうことですね。はい。はい。毎月IMF、国際通貨基金が、世界の商品マーケットの値段を公表してるんですけども、うん、はい。まあ、その値段が次のグラフで、青い線が、商品総合指数、はい、オールコミュニティプライスインデックス。で、緑の線が産業素材の価格指数、はい、インダストライプライスインデックスですね。うんうん、で、この値段が、まあ、こうやって見てみると、はい、ゴムはもう振り切って幅が大きいですね。そうですね。はい。うん、やっぱり変動はするの流れは一緒なんですけれども、はい、今山本さんがおっしゃった通り、うん、振幅の幅が非常に大きいのはゴムのやっぱり特徴ですね。うん、はい。よくわかりますね。こうやって比べてみるとね。はい、でこちらの方もですね、うん、これは、商品総合指数とゴムの値段の相関係数は 0.875 ですから、はい、やっぱこれも高い相関があるんですね。うん、はい、はい。じゃあ、これからの見通し。はい。はい。これからの見通しは分からないんですけれども、うん、はい。これは、IMF、うん、今申し上げたインターナショナル、国際通貨基金、これが、ここがですね、はい、ゴムのこれから見通しということで、レポートを上げてましたので、うん、それを参考に、グラフ化してみました。うん、まあ、上がりもしないけど、下がりもしないっていうふうな、見通しで、まあ、他の銘柄も結構、なんとですかね、安全的な見通しをしてるんですけれども、うん、天然ゴムに関しても、今の値段、ドル建てペースで、95から97
ドルぐらいで推移するんではないかっていうふうな見立てですね。ただ今足元を結構急落に下げてますし、ちょっと IMF の見通し、まあ今の時点でちょっと外れてるかなって感じがしますので、まあ需給によって天然ゴムは大きく変動しますので、まあ、ちょっと見通しがしにくいんですけれども、はい、まあ、足元、去年やったようにタイ、マレーシア、インドネシア3カ国による輸出制限がこれから討議されますので、もしかしたら去年と同じように、はい、輸出が削減されるのであれば、また価格が浮上するチャンスがあるのかなというイメージはあります。はい。ということで、ゴムについての基礎知識、はい、はい、パート1。今日は価格にフィーチャーしてね、はい、ちょっと解説をしていただいたんですけれども、はい、6月に、はい、そうですね。2回目がありまして、はい、その時には今度は需給の方。そうですね、供給と需要の、はい、ことをちょっと触れようかなと思います。はい、わ、はい、かりました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは、今日の商品知識の、上場商品の基礎知識。ごめんなさい、間違えちゃった。間違えてません。解説は、はい、小針秀夫さんでした。小針さんどうもありがとうございました。また来週もどうぞトコムスクエア TV ご覧ください。それでは。さよなら。ありがとうございました。商品先物に新たな風を巻き起こす。資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。